はい、こんにちは、ブルーホースです。パート4からの続きですね。じゃあパート3か、これパート4だね。もう自分が自分でどんなパートやったか覚えてない。やばいな、まだそんなパート2やってないもんね。まあ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 、いいでしょう。あ、ちょっとこっちからゆっくりしていくか。ないところから、どん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 入り口から離れていくっていう感じでやる。よーで、あ、ちょっとコロコロ、これあれだ、ハボテーションかけてみる。ほい、ほい、間に合う。あ、よし、よし。で、お宝ザクザクピーチで、ザクザクの砂のお城で、バーンジョー復活。よくぞ、ここは砂の城、あなたはとっても賢そう。いや、そんな、私のパズルを解いたならちゃんとご褒美あげますんです。いくらちゃんかな、いくらちゃんとタラちゃん、どっちだかどっちだったっけ。え、ちょっと待って、あれ B がね、 B、 あ、だだだだ、 B、 バ、バ、ん、ん、ねねねね、バーン、ほらね、これこんなさ、英語のやつなんかさ、どう考えても幼稚園生でさ、ね、インターナショナルスクールとか通ってない限り解けるわけがねえっていう話なんだよな。で、A、A、A どこだ、 A、アタカツイン、ね、今でこそさ、ちょっと英語勉強してさ、読むくらいならできる。全く喋れないけどね、全く喋ることはできないけど、うん、ゲダウェイ、パッキューくらいは言えるけどさ、ちょっと、お、あれ、あれ、お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 、あ、ピー、あーはーい。お、そう、ボタンの入力タイミングがちょっとずれるとね、難しいんだよね。オッケー。さすがは、クマさん、賢いね。ゲートは開いたし、これあげる。でもね、クマさん、その前に、お前の力を見てやるぞ。仕方ない、殴り殺してやろう。あ、いたいた、あれ、あれ、あ、強えな、さすがだ。だから2連撃には勝てなかった。あ、借金生活。ちなみにですね、攻略サイトとかに、もうこの時点で どういうものを入力したらいいかっていうのを把握している方はですね、一回お城出てまた入ったらね、普通に、なんか裏技ができるよ。うん、まあ、僕はやんないけどね。なんかあれだな、ワイヤレスコントローラーを使ってるんだけど、電池が切れそうなのかちょっとよくわかんないけど、よくない。あ、じゃあこれ別に、あ、しかもいるんかいお前。あれ、こっちには生息してるんですね。あ、失礼しました、すいません、バイバイ。別にワンナップ、ワンカップ大関は別にいらないからいいや。しっ、めっちゃ来るわ。チャ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 。違うわ、ワンカップ大関だった。まあ、いいや、行っちゃったし。やっほっ。カメラを固定にしながらやるっていうと、あれだな、急展開をしたときすごい難しくなるな、これな。発表した特に何もないもんね、確かに。よし、あー、しまった。そうなるよね。あ、やばい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 、怖い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 。あ、未だにやっぱトラウマなんだよな。あ、落ちます。あ、いや、じゃあ先にどうせ戻って、よし、カメラがむずい。この四角とかはもう覚えてないんですよね。いらっしゃいませ、上手さん。
ラッカーって名前なのにチーズとクラッカーかなっつってさ、おかしいんだよな普通に考えると。よし、トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥル。音楽がいいよね、バンジョとカズイの大冒険ね。まあ聴きすぎてるっていうのもあるんだけど、やっぱ耳に残るというかさ、軽快な音楽が結構好きだね。うん、やはないよ。あ、本当になった。やべやべやべ、どっから来る、どっから来る、どっから来る。急げ急げ急げ。でね、これね、あの逃げるよりもね、あいつが泳ぐ方が早いんだよ。やばいやばいやばい。来てる来てる。音楽がなくなった。都合のいい話はないはず。うわ、あんま意味ないもんな。よし、じゃあ行くか。めっちゃ覗くわん。こうやってね、また調子乗ってね、数い出しとか使うとね、やられるんすよ。まさかのここ、これ罠だよね。見えないところにやるなんてやるよね。じゃん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 。じゃあ初飛びやってみる。初飛びしてもすぐ降りるんだけどさ。お宝が欲しいならバッテンを見打ちなのよ。空中で A ボタンを押すとさらに高く飛び上がりますが、赤い羽が1枚見えます。赤い羽募金をお願いします。一口50円からです。R ボタンを使うとシャープに曲がれます。あ、すぐ2つもあった。これで半分だね。そうなんですよ、あのね、まじない占いをしてもらうためにさ、まじない師と占い師ってどう違うんだ。俺よく分かってないんだ、まじない。うん、そう、よく分かっておりません、すいません。そういうの詳しい方に聞くとはだけんじゃないわよって思われるかもしれない。よいしょ、ういじゃ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 じ。あいつ危ねえんだよな、爆発物陳列剤なんだね。で、バッテンは、あ、あ、ちょっと、あ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 、なかった。このラグをこううまく駆使しないと、あのね、あのラスボス戦マジで鬼畜だからこのゲーム。うん、こうなんかレア社のラスボスってマジでラスボスなんだよね。まあ、サドラーとか目じゃないんすよ。もうサドラーザコみたいな。サドラーって何それ美味しいのくらいのレベル感なんだね。いつもなかなかトラウマ級だよ。体に対しての目が大きすぎるんだ。そこ？お、やば。これはなんか、あ、だだだだだ。いっとこう。まだあと二つ先のステージだからさ。一貫暴漢、一貫暴漢。あいてー、嘘、浮き上がったところ、まっすぐ。あ、あ、ちょ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 、待って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 。コントローラーが、コントロー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 。美味しいだろ？熊肉って、ジビエとしても最高なんですね。蜂蜜が食べたいんだ。でんじゃん。オッケー。ずっとだって。ガツな、ほんとこいつ。で、よいしょ。じゃ。あー、もうなんかカメラが勝手に変わんだよな。やめてほしい。何も触ってないんですよ。あの、あれですよ。IT 弱者がさ、あの、何も知らないのに、なんか勝手にエラー画面が出てきたんだよっていうやつは大体なんかいじってる。あー、早く飛びたい。いや、飛んでんだけど、あのミサイルでぶち飛びたい。あ、ワン、ツー、ピッ、よし、ダラッ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 、シャープ、シャープ、なかった場合はこうなるけど、シャープ、ナウ、こい下がり、ダッダッダッダラ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 ッ、今回は多分ね、飛ばなきゃいけないかな。飛ばなきゃいけない、あの羽ばたかなきゃいけないんだよね。くそ、毛が抜けます。チャチャラチャ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 
って。では今度はどこだかわかるまい。バレバレや。でででで。ああなんかもう反応があれなんだな、重いんだよな。よいしょ。軽やかな気持ちですね。行ってそこやってくれよ。感情のあるタバコじゃねえ、タカラバコ。あと三つ。足三つに。一周回ったのか。お前これ食べてる。おいしい。で、だね。よし。これは自分で触るお宝だ。触るな。殺せない。うまいなこいつ。うまっ。うまいし、落とした先にクラッカー様がいるって最高の罠じゃねえか。うまい今の。違う、これが下手なだけだ。知ってる。よし、飛びます。シャープな動きをしましょう。何千杯に行こうぜ。人生さ、回り道した時の方がいいってこともあるからさ。じゃんじゃん。さあお仕置きにお尻をぶたれなさい。お尻どこかこんなきゃ。あ、おった。そんなことしてたゲームはどんどん難しくなるぞ。あったあった。なんかここにあるかなと思った。やっぱあった。で、おい、おいでおいで、おいで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 、パソコンに現れるとは思ってなかった。来るな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 。来ないで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 。ちょ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 。ヘイ。で、もう一回飛びます。お、あ、いける。あ、やったらラッキーラッキー。チャ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 ラチャチャ。一個だけ。かわいい。いや、危ねえ、ギリギリだな。で、あと8枚集めたら、クリー。で、このボット。あ、卵ありがて。あのね、無駄にね、クラッカーさんをぶちのめそうとしてね、卵をね、補欠卵しすぎだからな。もう今頃、あの、カズイの、あの、おし、あ、まあ、でもカズイの女の子だから、あんまそういうこと言わない方がいいかもしれない。まあ、構わねえか。うん。ね、たくさん産んでね、食料を、蓄えていかないといけない。まあ、大丈夫。感情が食べることはないから、クマさんは蜂蜜だから、蜂蜜鮭だからさ。よし、じゃあこれでオッケー。全員ゲット、救出成功。チュ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 。まだまだ呼吸されてるし、お口を閉じなさい。閉じすぎて完全に砕け散った。もう壁の照射が難しいでございましゅー。ずーんとこれは多分ね、何パートになっても言い続ける気がする。むずいんだ。そうです、難しいんです。ゆー、あ、ちょっと頭打って。ゆー、ショートカット。カメラワークが難しいからショートカットした方がマシ。あ、ショートカットしたことによる弊害が出た。待った。チャ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 。よいしょー。あ、そうだ、違うんだ、バカタレ。おいっけー。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 よし、あー、第2ステージクリア。まあ、一回死んだけど、もう20年ぶりとかにやるにしてはたくさんなんじゃないですか。オッケー。そして、オブのクリア。タッグ集めましたね。頑張りましたね。大丈夫かな。よし、じゃあ、まあプレス。おお、ふっと、なんかすげえ嫌な予感だぜ。2個も削れた。車庫外、車庫外、車庫外。
よこせ。お前のエキスをよこせ。いいよ。羽とか羽すぐ回収できる。エキス無理。そうだ。じゃあ出る前に蜂蜜だけ回収をして、で最後グランチルダが引き出した、グランチルダが引き出したって言ったのすげえ汚いから。お蜂蜜すらもちゃんと取ることができない。これあれだ、羽ある。よし、無理です。2ならいけました。2はね、ロッククライミングができるからね。よし、じゃあ最後にグランチルダが吐き出した、また言うか、うん、ジグソーを、取りまして終了としましょう。君たちのこのステージの本部のベスト記録は現在100個です。100個です。じゃあ、オッケー。お？やは？向こう側別に行く意味ない。情けたね。よし、オッケー。じゃあ、一旦ですね、こちらで終了とさせていただきたいというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもお楽しみください。ゴリラがなんかはしゃいでるわ。俺の時代だーっつってね。はい。では、チャンネル登録もよろしく。じゃあ、怒られてる。ほら、首引っ張るのはもう一回か。うん。使うお見せしましょう。ではでは。